ラグザ大阪とは大阪市福島区福島5丁目にある超高層ビルである。ホテルや事務所が入居するタワーの正式名称は阪神杉村ビルディングだがラグザタワーとも呼ばれ北東と南東からなる。北東はオフィスフロアがあり南東は3から4階を除きホテル阪神となっている。それぞれの低層外部分や地下などには ホテル半身のレストランを含め飲食店が多数入り、ラグザスクエアと呼ばれている。また、定期借地権付け分譲住宅となっているレジデンスが、タワーの東側に隣接して建設されている。2011年には、シンガポールの大手医療機関、ラッフルズメディカルグループが、日本進出にあたって開設する予定のクリニックの最有力候補地であるとして報じられた。この計画では、 外国人医師やバイリンガルの日本人医師が診療する内科、循環器科、消化器科などを展開、ホテル阪神への宿泊と合わせた医療観光として商品化するというこれらの建築物は、かつての阪神電鉄本線及び道線福島駅が地下化された跡地に建設されている。ラグザ、大阪レジデンスハット AB 医療ツーリズム、開拓アジア大手、日本進出、 日本経済新聞平成23年6月3日、長官。ありがとうございます。